横浜港未来21林港パーク林港パークは神奈川県横浜市西区港未来一丁目にある公園。港未来地区で最大の面積を誇る公園である。同地区の東端に位置しており、文字通りに横浜港を望むパシフィコ横浜裏手の海岸線に広がっている。園内には潮入りの池や多くの樹木などが廃されており、都会のオアシスとも言える。また、 ドラマや映画の撮影地としても有名である。2011年3月11日の東日本大震災の影響により被害を受けたため、同年4月27日まで閉鎖され、翌28日から一部解放となった。なお、災害等の非常時における飲料水の確保を目的として、等の地下には容量約700トンの 耐震型循環式地下貯水槽を設けている。同地区の重要な歩行者ネットワークを形成するペデストリアン軸の一つである。キング軸は新高島駅方面より園内の塩入りの池まで一直線に整備する計画となっているを参照。園内には以下の施設がある。塩入りの池は海水が流れ込み、緩満による水位の変化が楽しめる池として整備され、前述の通り、 キング軸の終点にもあたる。なお、2008年9月の整備点検時より、現状の設備では危険という判断から、池内への立ち入りは禁止されていた。また、池を囲んでいた立ち入り禁止を示すカラーコーンは、見栄えが悪いことから、2014年2月から3月に、安全策設置工事が実施されている。水を汲み上げるポンプの故障以降、柵などにより、 池内の立ち入りが不可となっていたが、2020年には砂を埋めるなど再整備が行われ自然観察ができるよう開放する方針。2012年度には公園北側入り口周辺の整備と潮入りの池から20外区方面に向かって階段を設けるなど園内のキング軸関連の整備が行われた。その後、二0外区には新展示場のパシフィコ、 横浜ノースなどが建設され、2020年4月に施設の開業及びキング軸の一部として、東公園との接続デッキが開通している。横浜市では、同施設の開業を機に、東公園における様々な機能の整備も進めていく方針である。一方、2013年度には、公園北東端の未整備箇所で現在は、立ち入り禁止となっている区域の共用に向けて、 この区域を囲む護岸な補修工事が行われる予定であったが延期となった模様で代わりに塩入りの池より南側の護岸補修工事及び塩入りの池の安全策設置工事が行われているその後しばらく動きがなかったが2021年度の塩山案では北東端未整備箇所の整備を埋め立て事業会計で実施することが記載されており さらに同年度の市港湾局予算概要では、東公園の拡張部となる緑地や浸水護岸のほかに、桟橋、人工海浜、展望ゾーンを整備する計画が示されている。同年7月には、整備についての意見募集が行われ、その中で2023年度の供用開始を目指すことが記載されている。このほか、同予算概要では東公園とパシフィコ横浜を、 接続する現状のデッキの代わりに、福音を広くした本設デッキを整備することも記載されている。なお、未整備区域は前述の2から2から3コークの他にも、20がいく手前のスペースより続き、パシフィコ横浜の展示場デッキ部との一体利用を想定している展示場臨接部が残されているが、本設デッキ整備との関連は不明である。ありがとうございます。